このブチラジはですね、今まで通りニコニコチャンネルでも生中継していきますし、ポッドキャストでも配信してるんで、ぜひ過去の放送を聞いてみてください、はい、そして100回からは YouTube でも配信してるんで、うん、ぜひね、100回以降の回と、うん、ベストセレクションとして第1回からね、何回か分も上がってるんで、ぜひそれも楽しんでみてください。今回から、はい、ちょっとニコニコチャンネルがリニューアルして、うん、ブチラジが8時からに変わったんですけど、それに伴ってね、ちょっとバタバタしてるんですよね、とにかく、うん、この部屋が角度も変わりましたね。角度もこれ見てる方はあんまりちょっとわかるか、わかる、あれが入ってる角度も変わったんですけど、人もね、いろいろ新しく入ったタイちゃんの仲間になった4組もいたり、はい、いろいろして、とにかくバタバタしててね、こんな感じでブチラジ始まるんだっていう感じでふわっと始まったんですけど、はい、まあまあ皆さん引き続きね、楽しんでいただければと思いますけど、うん、さっき事務所に来たらね、社長がいて、うん、新年会以来です、社長に会った新年会以来、そうですね、1月10日のタイタンの新年会以来社長にお会いしまして、相変わらずスマートでいらっしゃってね、まあまあまあね、いつもと変わらなかったですけど、新年会の時にね、ええ、まあ新年会ですから楽しくね、うん、お酒も飲みますから、まあ結構恒例というか、うん、社長が結構たくさんお酒を飲んで、うん、まあ司会を若手で、まあ、僕らがやってるんですけど、そのなんかチャチャ入れてきたり、うん、最終的にはステージに上がってね、うん、そのいろいろずっと社長が、ね、暴れ回るって言ったらあるんですけど、社長らしさを全開に出してね、楽しくするという新年会、結局一番でも笑い取ってますからね、まあまあそれがね、各局の方とか関係者の方がいて、社長がね、楽しそうにしてるのを見る、僕は助かってます、まあまあね、僕はというか、まあまあそうなんですけど、僕はね、まあそれでも、そのこっちが用意した台本は通りにはいかないわけです、その新年会の予定通りは、まあ、だから井口様は邪魔だったと、邪魔ではない、邪魔だとは思ってないけど、ね、僕がね、一応司会進行してて、いろいろ社長が言ってくる、それはね、まあうまくじゃないけど、いいやり取りでしたよ、だから本当にみんなに褒められて、うん、やっぱ社長ですから、それはもちろん一番トップですから、みんな気使わなきゃいけないけど、僕ってそういうとこちょっと欠落してる部分があるから、うん、いい感じになんか あしらうって言ったらもうあれですけど、いやいや、まあいい、ね、いい感じに、まあまあ社長もこう言ってますけどみたいな、うまく立ち回れた、うまく立ち回れたんですよ、本当に、それみんなから褒めてもらって、そうでしょ、この間いいとも行ったら、いいともの現場でそれを褒められたんですよ、いや、よかったねって言われて、いや、何ですか、いや、この間、新年会の、まあ、関係者の方も来られてたんですかね、そうそう、新年会の司会だよ、よかったよって、すごい各地で褒められて、うん、まあまあ、よかったよかったと思って、それ以来社長にお会いして、うん、ああ、おはようございますって言ったら、今日ね、全く僕のことを忘れてるかのごとくえみたいな、なんか顔の細いやつ来たぞぐらいのリアクションだったんで、いや、井口って言ってましたよ、いや、でもその後、だから一瞬そうなったんですよ、えってなったんで、周りのその社員たちのフォローが、まあまあ井口も髪を切ったしなみたいな、なんかそれで忘れるってことねえだろ、それでも変わらんだろ、分かる、まあまあまあそんな感じでしたけどね、まあよかったですよ、久しぶりにお会いもできてね、よかったですね、だからそれでね、まあ今日はね、いろいろバタバタしてるっぽいですけどね、新しくリニューアルしましたからね、そうなんですよ、このあと8時、ニコニコチャンネルの方で8時半からね、うん、新番組始まるらしいんで、うん、何も聞いてないですけど、僕らも、僕らは全然知らないですね、みんなも何も知らないらしいですけど、今日そろそろ、珍しいというか、違和感しかないですよ、そのタイタンに、うん、こんなに芸人がいることがね、そうですね、全然やっぱりいなかったですから、急に田中さんがいるとかはありましたけど、うん、基本的にはね、急にね、急に田中さんがいるとかありましたけど、急に下のタバコ屋で太田さんがタバコ吸って本当にあるんですよ、びっくりしますけどね、顔丸出しで普通に下のタバコ屋で太田さんがタバコ吸ってる時あるんですよ、太田さん丸出しで立ってる丸出しで立ってる時はありますからそういうことはありましたけど、なんか若手がね、こうたくさんいることはあんまりないですから、社長が その隣のたこ焼き屋でたこ焼き食ってることもあります、ね、まあまあまあ社長はね、いますけどね、それはそうなんですけど、ちょうど今日親が東京に遊びに来てて、うん、また来た、また来た、しょっちゅう来るんですよ、本当によう来るな、元気ですよ、井口家の面々はやっぱり、しかも夜行バスで来るんだろ、今回は新幹線で来たらしいけど、あ、新幹線で来た、ちょっとランクアップしたんだランクアップしたわけじゃないけど、まあ両親2人で来てて、だからちょっと親父も来た、親父も来てたんですよいや、それあるだ、お前曰く親父見たことないとか言うけど、透明だとかわけかんないこと言うけど、いやこれは本当に同級生とかね、小学校、中学校一緒のやつとかも、はいはい、誰も井口の親父を見たことないんですよ、まあね、僕 300m 先でしか見たことない、そうそう、井口家屈指の無名と言われてますからね、親父は、井口修司ね、井口修司も来たんですよ、マリオと修司が来たんですよ、でも修司、俺のおかんの弁当屋に挨拶に来たらしい、まあらしいけど、それはそれで別にいいですけど、息子がお世話になってます、まあまあそれはいいじゃないですか、親父も買ってたらしいね、もうそのエピソードたまにというか割と頻繁に話すけど、何そのエピソード一番安い弁当まあまあそりゃいいふざけんなバカすんな親の悪口言うないやまあまあ親来て、まあ久しぶりに僕も会って、
はどうかなと思って、まあまあどうだったみたいな、正月僕も帰ってないし、ああまあそういう話しようかなと思って、正月どうだったって聞いても、まあ大したことはないんです別にみたいな、なんか向こうも。マサヤ帰ってきた？まあ弟ね、弟は帰ってきたらしくて、うん、っていうぐらいはあったけど。チャーマ帰ったろ、俺向こうで飲んだもん。兄貴ね、もういいんだ、その、あんまりね、そのキュッとした話してもしょうがないけど、まあそれで、まあまあ元気そうでよかったなと思ったら、うん、あの、いいとも終わるらしいなみたいなこと言ってきて、遅いけどな。いや、まあまああったのがそれ決まってから初めてですからね。お前みたいに毎日電話してないですから。あ、そうか、そうか。そうそう、久しぶりに会ったから、まあ、いいとも終わるらしいなみたいな話してきて、うん、あ、まあまあまあね、みたいな思ってたら、急になんかやらした。一回見に来たでしょ、うん、あの前、観覧出して偶然当たって僕らの日を見に来たんですよ。たまたまな。それで、まあ増刊号にも変なババアとまあ変なババアというか友達のね、おばあさんと見に来て、増刊号にも出るっていう事件あったでしょ、うん、それの時に、本当に観覧を起こしてたんで、太田さんとかが、いや、そんなの言ってくれれば招待しますよみたいな、別に、言いましたね、いいとも出てんすからこっちは、うん、その親ぐらい招待できますよ、うん、本当に観覧を応募してんすかみたいなことちょっとやり取りあったじゃないですか。それでか今日久しぶりになったら、やらしさ全開に出してきて、どうかな、いいともそろそろ見に行きたいなみたいなことを言い出して、うちの親がもうええだろ、いやいや、ちょっと待ってくれと思って、僕らね、いいともに出てるとはいえペーペーですから、言いにくい、言いにくい、そうそう、いやちょっとでも、いやでもなんかこの間太田さんそう言ってたけどなみたいなことを言うよ、いやいや、まあまあまあと思って、もう最後だし、なんとか見に行きたいなみたいなことを言い出してまあ言うたらでいいけどなみたいなことを言い出して、まあちょっと腹立つなと思って、で、まあまあまあ言うたら言うわぐらいの感じにしてたら、もう最終的に、うん、でもちょっと月曜日みたいなみたいなことを言い出して関係ねえだろと思って、息子も出てねえと、息子も出て、あの、フナッシーが好きなのよって言い出してお前フナッシーが好きなことあると思って、あの飛んでる姿が可愛いってマジで言ってましたからね、今日だよ、今日出とったね、今日ね、だから月曜日ね、月曜日出るからジュニアさんも見たいしみたいなこと言い出して、もう関係ねえし僕らも、もういよいよ見に行けるんかな、言ったら、いやいや、それは嫌ですよ、言ってくれるけど、まあまあ、言うのが嫌だろ、俺ら、言う、そうそう、僕らが言うのが僕らごときかな、かん、なんならあいつまた移ろうとしそうで怖いでしょ、もう出たがりですから、全然ギャラ請求してくるそこまではしないと思いますけど、津山市で、津山市で請求してこない、別にな、ただそのことをここでね、まあ今日言おうと思って言ったけど、やっぱ YouTube になってからこれを聞き出したらしくて、そう、いや、そうそう、YouTube になってから見れるわみたいなことを言ってる、 YouTube は見れるんだ、そう、だから今までね、ニコニコチャンネルとポッドキャストで配信してる時は、まあね、やっぱ、ね、年齢も年齢ですから見れたり聞けたりしてなくて、割と好き放題言ってましたけど、これから確実に見てるんで、お前だからもう親父が無名とか、やべえな、一番安い弁当買ってたとか、そうそう、一番安い弁当買ってたとか、もう今全部聞かれましたからね、スケロク買ってったらしい、いや、それいいでしょ聞かれてると分かった上でかぶせるな、もうまあまあそれはいいですけどね、巻き寿司とお稲荷さんな、いや、いいでしょ別にそれ好き、それが好きだったんじゃない、まあまあ好きだったことにしよう、それはね、まあまあ見てるらしいですからね、どう、親とかはブチラジは見てないで聞いたりしてない、なんか一回前聞いて、なんか近所の若いやつに、あ、やり方教えてもらって聞いたらしゅうて、うん、その時にたまたま俺がおかんが高卒、高校中退した話をしたら、あ、そうかそうか、すごい傷ついて内容ですからね、まあ、はい、そう、もうそれ何言ってくれてもええけど、そのことだけは言わんでっていう悲しい思い出、じゃあそれからは聞いてない、でもう聞かんようにしてって言った、ちょっと嫌ですよね、ブチラジまで聞かれ出すと、うん、でもまあまあね、しょうがない、親の悪口言うのやめましょう、いや、そうそう、もうだから100回を機にね、YouTube でも配信始めたわけですから、うん、もう親、分かんない人もいますしね、そうそうそう、分かんない人もいますから、ただ今日だけ聞いた人はもう僕の母親すげえやらしいやつとしてね、うん、認識したと思います、まあまあそういうやつなんですけど、え、あっちにも行った、お兄さんの方には、行ってないです、行ってないです、親父と母親と僕だけ3人で今日、どこに泊まった、お前んち泊まった、いや、ホテル取って泊まってたんで、たまたま昼だけ会ってね、2人で、2人で、いや、両親2人で、もうやめとけ親の話をなんか変な方向に持ち込むのマジでやめてくれ、もう見てますからね、そうですか、いやいや、いい、全然全然謝ってもいいかもしれない、相変わらず太しはダメじゃなって言ってましたからね、うちの親そうですか、そうそうそう、で、お前の親はお前の親で僕の悪口言うでしょ、井口家と河本家のもう戦いなんじゃないかとって、このまま言ったら悪く言うよ、お前のこと、いやいや、うちの親はうちの親でお前のこと悪く言ってますからね、あ、そうですか、あいつは喋らんし、みたいな、でもテレビ映りはええなって言ってるから、ね、あ、ほんま、そうそうそう、テレビ映り悪いって言うんだろ、俺のお母、お前ね、腹立つわ腹立つわ目が決まっとる、腹立つわマジで、俺がネタ考えてお前を動かしとると思ってるけどな、まあまあそういう伝えてます、そう伝えてますからね、ブチラジ聞かれたら終わりですよね本当に、もうそれはね、まあまあまあ
全然いいんですけど、まあ元気そうだったんで、ね、まあそれこそじいちゃんもまだ寮に行ったりしてるらしくて。知らんね。元気ですよ、そんな言い方ないですよ。若いしね、ちょっとまだ車もガンガンじいちゃんもばあちゃんも乗ってますからな。うちの家族は元気ですね、そう思うと、うん、今考えたら、ブチラジになってからかな、一回親に生電話しましたもんね、ブチラジになってからか。あ、したわ。そんなこともしたなと思って、よくさらけ出したなと思って、キングオブコント僕らが準決勝に残った時ですよ。だったそれで、あ、そうか、賞金を、賞金1000万もしもらったらどうするって言った。今考えたらその時もやらせた全開で、まあ半分ぐらいはちょうだいよみたいなことを言ってましたけど、200万か、まあ、じゃあまあ厳密に言えばね。その時もでもなんかのもちろん本当に急遽かけましたからね、うん、こうやブチラジでやってるとも何も言わず、でも電話した僕の声のトーンとかの感じで察したとは言ってましたけど、察したね、あれはなんかそのでちょっとボケようとするでしょ、うん、そんなおばさんいます、おばさんというかもうおばあさんにおばあさんですよ、もうほとんどね。アクティブだよな。アクティブだしミーハーでね、なんかやっぱその孫、もうすぐ孫できる、まあまあそうかもしれないですから、まあまあそうだったらそうだったでね、またちょっと落ち着いたりするかもしれないですけど、またまあなんか特別変わったことあればここで話しますけど、うん、それ以外はね。だから言っときたいな、これ送ってくるリスナーの人たちがね、もういじらないことを、そうそう、あのボツにしますからね、家族ネタは。ああそう、まあもしいいのがあったらどうせつか、別に僕らにその権限ないし、うん、そのスタッフさんが採用して渡されるだけですから。俺にはないよな。そうそう、お前には本当に何の権限もないですから。一切関与してない。いやだから新しくね、4組入りましたけど、もうそろそろ抜かれそうでしょ、順位的には。もう抜かれてますよ、タイタンの中の順位はね、もう抜かれてます。いやいや、最初から入った瞬間にね、まあ新人という名のそこそこの芸歴ある人ばっかり入ってきてますからね。そうそう、結局先輩なんですよ。そうなんですよ、だから能美蔵さんが入ってきたでしょ、能美蔵さんなんてね、もうずっと長くやってて、そうそう、この間他の芸人に言われたんですよ、能美蔵さん入ったらしいなみたいな、どうしたのタイタンみたいな、そのなんかいやどうしたってなんすかみたいな、いやその地下 の, そのアングラというか地下を全部固めていくつもりかみたいな、何しろエレキテルもいるだろうみたいな話になって、そういう事務所になっていくのかみたいな、なんか総ざらいしていく、総ざらいしていくつもりじゃねえだろうなみたいな感じでちょっと言われたんですけど、別にそういうわけじゃないそういうわけじゃないです。いろんな人が本当にいるんですよ、まああのブチラジだけをね見たり聞いたりしてくれてる人はね、まだどういう人がいるかわかんないかもしれないですけど、うん、農業やってる人がいたり、そう、ね、本当にいろんな人がいるんで、これからねまたどんどん出てきたりするみたいなんで、ね、そう考えたらツインタワーさんまともじゃな、だいぶまあまあどうかな、まともだと思いきやっていうのもありますよね。まあそう、人間性はさておきネタとかね、まあまあまあね、いろんな人が本当、だからタイタンこれが楽しくなってくるんじゃないですかね。だからエレキテルがさっきそこに、エレキテルも見て、橋本さんがいたんですよさっき事務所にね、うん、来てましたね。なんでそのしたらまた明日も収録だみたいなこと言ってたんで、なんで、なんの、まあなんかわかんないですよ、なんか収録らしいんで、うん、言ってこないです、なんかの収録から言ってこないですよ、もう言わんようになったな俺らが、ね、ちょっと気ぃ使って、僕らにちょっと気ぃ使って何の収録か言ってこないですけど、まあこの間もグルナイとかに出てたんで、山ワンも出てましたし、山も出てましたし、でグルナイに出てたんで、その岡村さんに言ってくれよと、その、うん、僕らのこと言ってくれってさっきお願いしたんですよ、岡村さんに。なんて、いや僕らのことを岡村さんも知ってるでしょおそらく、ザ漫才でね、ザ漫才で一緒ですから、うん、じゃあそのウエストランドと僕ら何度か絡んだことあるし、私たちは同じ事務所の同期なんだっていうことを強く言ってくれってさっき言ったお願いしたんですよ、うん、そしたらいつもまあ橋本さんね、ニコニコ笑ってますけど、さすがに僕の圧に見て、それマジなやつやんって、僕もやっぱそれはせっかくだからね。いやそれは本当の話です、僕らもいいと思うで話したわけですからね、うん、まあってさっき言ったけど、よく考えたら話し出したのは太田さんで、僕らはそんなやついないぐらいのスタンス取ってましたけど、あんまりね、乗っかっただけですから、ね、いやでもまあダメよダメダメがね今すごいですから、なんかやらかしたやん、やらかしたしね、お前だよやらかしそうなのはもう売春かなんかやる、いややらかすわけねえだろもうそんなそんなこと起こした人、金に困ってそんなこと起こした人いねえよもういくらなんでもいくらなんでもそんなこと、マジでマジで、いやマジで言うな、もうマジで言ってもダメですから、まあまあね、新しく仲間も増えたんでね、はい、楽しくやっていきますよ、この放送もね、ちょっと部屋も人がいたりしてね、うん、楽しくなってますんでね、変な感じではありますけど楽しくやっていきましょう、はい、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。ブチテレ企画会議、このコーナーですね、僕らの地元岡山県で、はい、ブチテレというね、僕らの番組を持ったとしたら、どんなコーナー、どんな内容でやるかを皆さんから送ってきていただいて、もしいいのがあれば本当にプレゼンしていこうというコーナーです、うん、メール行きましょう。ブチラジネーム江口0101、はい、
番組名は生命の尊さを伝えたい井口と河本とイノシシとです。イノシシ押してくるな。はい。この番組は津山の守り神でもあるイノシシを赤ちゃんの状態から育て最後は山に返します。返すシーンで2人は涙を流して別れを惜しみ、それで津山の人々は感動し、好感度と仕事量もうなぎ登りになるわけです、はい、ちなみに最後に山に返すシーンでそのイノシシに猟銃を構えた助役が小さく映っているのはまた別のお話。いや、何なんだその締め方まあね、うちのじいちゃんがね、まあうちのじいちゃんが津山市の助役を昔やってて、ナンバー2です。ナンバー2、言い方ちょっとねあれですけど、まあまあね、そうやってて趣味でね、あの猟をやってるってイノシシを撃ってるだけですから、しかも趣味と性癖を兼ねて、兼ねてねえよ別に、あのもう見てんだよ、だからもう親がそうだった、親が見てんだよ、マジでお前のこと嫌いになって、もう直接本当にマジでそれこそうちのじいちゃんが出てきてなんか、いややばいやばい、住民税上げられそう、いやそんなことしねえよ、これ一家だけ上げるみたいなないですからね、いやいや、あのしかもそのここのね、ブチラジでイノシシのこと言いましたけど、津山市の守り神じゃないですから、ないない、イノシシ関係ないですからね、津山の守り神は井口、あれ、正和ですから、だからやめとけって、もうお前がもう家族ネタやめようと言ったんだろうが、まあ、これはまあまあ、うん、ちょっとね、しかも涙を流して別れ惜しみも決まってるし、それで津山の人々は感動しないですからね、そんな涙流れないですからね、僕らは流れますけどね、そしたらね、はい、次行きましょう。ポチョフキン31歳、はい、企画名、ウエストランドのブチエエモン、ブチエモンかな、ブチエーモン、ブチエーモンか、うん、ああなるほど、お前が津山弁も分かんなくなったらもう何も分かんねえよ、もう活字で見たら分からんよ、だからお前がやめろ、もう津山弁話すのもね、はい、井口さんのトーク力を生かして岡山県の経済を発展させる企画です、はい、お、はい、心にもないことを平気で喋ることができる井口様は物を売るという能力が非常に高いのではないかと思います、はい、そこでテレビショッピングと連動して岡山の名産品を視聴者に売りつける企画はいかがでしょうか。第1回は津山練り天神、今ならイノシシの毛皮の絨毯がついてきてなんと98,000円、なんかやたらと僕に売りつけさせようとする企画多いけど言い方が悪いんだよ全部、まあまあね、まあだから岡山の名産を本当に売るならいいんじゃない。そうですね、なんか今あの流行ってますからね、そのアンテナショップっていうんですかね、そのありますね、今度岡山のができるらしいんですよ。どこに。岡山県のだけなかったらしくて、ないないない、鳥取県までは見た、そうそう、広島と鳥取、そうそう、調べたら中国5県のうち岡山県だけ、中国地方の、ね、5県のうち岡山県だけアンテナショップがなかったらしくて、さすがですね、そうそう、それができるっていう、さすがっていう、終わってますね、さすが、そんなことは、それがでも今度できるらしいんですよ。イノシシの毛皮の絨毯が、だイノシシ名産じゃねえんだよ別に、そもそもくそで家置けれんねんこれまあ綺麗にすればいいですけどね、いや、あのきびだんごとかそういうのをね、なんか PR する分にはいいですけど、そうですね、イノシシから離れてくれ、もうどこにできるんだろう、まあ都内のどっかだと思いますけど、はい、そこまで詳しくしない。で調べたら、あのそのニュースになってたんですよ。ニュースになってたから、あの今月末とかにできると思うけど、あの2014年後半にできるんです。結構先だなと思ったから、まだまだできないんですよ。まだ企画段階なんです。そうそう、まだまだできないんですよ。この辺にしときますか。あ、そんくらいですかね。はい、以上、ブチテレ企画会議でした。続いては、フードセンター富田屋。このコーナーですね、僕らが地方に営業行った時にその地方で受ける、鉄板ネタを皆さんから送ってきていただいて、はい、営業行った時に使おうというね、コーナーであります。さっきオンバトのジャッジペーパーが届いてたんで見てたんですよ。北海道収録とこの時の大阪収録のやつが来て見てたら、やっぱり生で見れて嬉しかったですっていうのが結構あるんですよ。要はそういうことじゃないですか、そのね、都内に住んでればライブとかね来れますけど、やっぱね、そういういろんな日本の各地に住んでる方はなかなかね、もし好きでいてくれても見れないから、見れて嬉しいと思ってくれる人がいるわけですからね。俺、1年ぐらい見てない、ジャッジペーパーを、まあまあまあ、もうお前に、私もせんやな、スキャンするあれなくなってるでしょ、もう直で僕のところに、前は渡してくれ、大事な見せてくれよう、そうそう、大事な書類はもう全部僕のところに来るようになってますからね、はい、まあだからいろんなところ行きたいんで、本当お願いしますよね、はい、はい、出口0101、なんで小声で言うんだよ、もうそれを。僕が住んでいる愛知県では最近岡左衛門というゆるキャラが流行っています。あ、はい、今や全国各地にいるゆるキャラはいますが、この岡左衛門、はい、第二のふなっしーと呼び声が出るくらいに
全国的にブレイク間近なゆるキャラなんです。なるほど。なので愛知県に営業に来た際はとにかく岡左衛門の話をして県民とそれを管理する団体に好かれるのはどうでしょう。はいはい。人気者に乗っかることに対する恥じらいを捨て事故の目的を達するためなら泥水でもすする精神をお持ちの井口様。何なんだよ本当に。みんなかちょっと待ってみんな必ず僕の悪口を一個ずつ入れてくるのは何なんだよ。しかも的確って。的確じゃねえよ別に。今のうちに岡左衛門に唾をつけとけば今後の利権に一枚噛めるかもしれませんよ。まあでもこれは確かに魅力的な話ですね。ありがたいですね。こういうの送ってきてもらうのもいいですね。あのこれからブレーキしそうな人早めに送ってきてもらって、ね、どこに感動かみたいな、ね、そうそう僕らが見つけた風にするっていう、うん、ブチラジにタイタンの力を全部費やしてブチラジにゲストで呼んで、あの爆笑問題の事務所だっていう看板を前面に出して、ああそれいいですね。その作戦爆笑さんを武器にいろんな人に唾をつけて、だ最低なんて本当やってることがもう反逆精神しかない。それで社長と田中さんの悪口みたいなここで言うでしょ。もう最低なんて僕ら。しっかりお年玉もらっといて。その二人からお年玉だけもらっといてもう最低ですから。いやでもまあまあまあ。はい、そうですね、こういうのいいですね。こういうのはいいですね。だから悪口は言わないにしても、そうそう、各地で流行ってる岡崎市のキャラクターなんですかね、うん、岡左衛門。いいじゃないですか。これからブレイクそうなのを教えてもらえるとありがたいですね。岡左衛門みたいですね。まあまあそんな、あんまりその例えるところがあんま違う気がしますけど、はい、いや言っちゃいけないことはないですけどね。浜田雄太、はい、僕の地元の天の橋立に来た時に使ってください。天の橋立、はい、井口どうもウエストランドです、お願いします。今日は日本三景の一つでもある天の橋立にやってきました。はい、河本何もねえじゃねえか井口、はい、失礼すぎでしょう、皆さんごめんなさいね。はい、河本ここには日本一の赤字鉄道が走ってるそうで井口どこ取り上げてるんだよ。普通は名産みたいな明るいことを紹介するのにダメなところを紹介するってダメじゃん、はい、お前は何しに来てるんだよ。河本赤松青松っていう車両ができたらしいですけどね、はいはい、まあ他の車両はお粗末ですけどね。井口いやちょっとうまいこと言うなよ、しかもお客さんお客さんで地元のことをこんなに悪く言われてるのに笑うのやめてくださいよ。がっつりした台本を送ってきてもらいました。ちょっとまあまあやってみましょうか、実践してみましょう。これで終わりなんですもんね。ちょっとやってみましょうか。どうも上さんです、お願いします。いや今日はね日本三景の一つでもある、うん、天の橋立にやってきましたよ、ありがたいですね。なんもねえじゃねえか。いやちょっと待って、失礼すぎでしょ、皆さんごめんなさいね。ここにはね、あの日本一の赤字鉄道が走ってるそうなんですよ。いやどこ取り上げてんだよ。普通は名産みたいなね、明るいことを紹介するのにダメなとこ紹介するってダメじゃん。いやお前は何しに来てんだよ。赤松青松ってね、車両ができたらしいんですけどね、まあ他の車両はお粗末ですけど、ね、いやちょっとうまいこと言うなよ。しかもお客さんお客さんで地元のことこんなに悪く言われてんのに笑うのやめてくださいよ。どっかまあ、ダメじゃんの使い方があまりに雑な気がしますけど、まあまあありがたいですね。ネタですね。いやいいじゃないですか、こういうのもいいですからね、送ってきてもらいましょう。もう一個ぐらいいきますよ。はい、行きますか。ポチョムキン31歳、はい、岐阜に行ったらお使いください。はい、岐阜、井口、岐阜といえば野口五郎さんの出身地でおなじみですね。河本、はい、そういえば野口五郎さんの芸名の由来となった野口五郎岳という山が実際にあるみたいですね。まあ野口五郎岳は長野と富山の県境にあるんですけどね。はい、井口、岐阜関係ないのかよ、縁もゆかりもない土地の山の名前を芸名につけるなんて雑すぎるだろう。余談ですが、はいはい、岐阜と富山の県境にある黒部五郎岳から取った黒部五郎と野口五郎の二択を迫られ、泣きながら野口五郎を選択したそうです。なんなんでこの話は。このエピソードは何なんだよ。まあまあ一応やってみましょうか。そう余談です。一応やってみましょうかね。いやどうもウエストランドです、お願いします。いや岐阜にね今回来させていただきましたけど、うん、岐阜といえばね野口五郎さんの出身地でおなじみですからね。そういえばね野口五郎さんの芸名の由来となった、はいはいはい、野口五郎岳という山が実際にあるみたいですね。ああそうなんですね。まあその野口五郎岳は長野と富山の県境にあるんですけどね。いや岐阜関係ないのかよ、縁もゆかりもない土地の山の名前を芸名につけるなんて雑すぎるだろう。ドカーンドカーンってこれなんすかねこれなんだろう。まあまあまあ抑揚がないです。どこに行った時に言う、まあ、まあ岐阜に岐阜で出身ということは確かなんですね。岐阜全般で使えるっていうことですね。まあそういうことなんでしょうね。まあまあどんどん本当にいろんなところに行きたいんで、今年はいろんなところに行くと宣言してますから ね、ぜひどんどん送ってきてください。飯を食いたいんでね。そんな言い方をするのはもう誰も送ってきてくれなくなりますからね。以上フードセンター富田屋でした。はい、続いては情能ツッコミ。このコーナーですね、僕らの漫才でやってる長いツッコミを皆さんから送ってきていただいて、それを上納してもらうというコーナーです。今週のお題がですね、僕のフレーズが、はい、100点満点で10点取れば合格ですに対するツッコミ、低すぎるだろう、ね、続く長いツッコミをね、送ってきてもらいましたからね。いきましょうか。ブチラジネーム江口0101、僕のフレーズお願いします。100点満点で10点取れば合格です。いや低すぎるだろう、
家庭内での地位が低いお父さんが仕事から帰ってきた時のお母さんのテンション感。遅く帰ってきたら、まったくもうご飯片付けちゃったよ、食べてきてくれればよかったのに。早く帰ってきたら、もう帰ってきたの？お父さんの分まだ用意してないからちょっと待ってよって。じゃあお父さんいつ帰ればいいんだよ。このままじゃ寒空の下、帰るベストのタイミングを玄関前で測るお父さんを見る羽目になるぞ。まあなんか切ないっすね。切ない切ない話ですよね。でもまあそうなんでしょうからね。親父はいつも夜中でしたけどね、うん、それはそれで問題ですけどね。一軒寄ってました。いやもういいっす、別の家。いやもう知らないですよ本当に。うちの親が見てますから。そっからどう別の家庭に寄ってました。言っときますけど、僕の親ですからもちろんおしゃべりですからね。もうガンガン当然おしゃべりですからね。言っときますけど、ガンガン広めますよ。そうですか。まあただその河本家のね、特に親父に関してはもうかなり低く評価してるんで大丈夫だと思います。今更何言っても驚かない。落ちこぼれの息子って呼ばれてますから。そうそう、僕の母親とこっちの親父は同級生ですからね。そうなんですよ。行きましょうか。ブチラジネーム、アシュラコ。やってた。ボケのフレーズお願いします。100点満点で10点取れば合格です。いや低すぎるだろ。 RPG でスタート時の王様が魔王を倒してくれと頼む勇者のレベルか。武器も防具も魔法もないレベル1のやつに頼む内容じゃないだろ。普通はもっとゴリゴリのムキムキのレベルの高いやつに頼むだろ。勇者の血を引いてるから、じゃあレベル上がるまで待つよって。どんだけ王様余裕あるんだよ。その上魔王も待ってくれるのかよ。みんなどうしたいんだよ。これはまあまあね、確かに本当に町の少年に託しますからね。何なんでしょうね。ボロボロの布まとったやつで絶対本当にね。そうそう、普通の服だとしてもおかしいしな。最近ね、まあ、前漫才でも一回言ったことあるんですけど、そのまあ壺とかだよね、勝手に言って、うん、14ゴールドを手に入れたとかなるじゃないですか、うん、まあそれ盗んだのもなんだっていうのももちろんありますけど、その以前にその家のやつなんでそこに14ゴールド入れたんだよって思ってたから。壺にな、壺に壺になんで14ゴールドあいつ入れてたの。何の目的があって。それを盗む。しかもなんかクローゼット的なやつからリアルに布の服とか盗むでしょ。もう普通それは普通の泥棒だろ。木の棒とか、木の棒とか木の棒なんか入れとくなよまあね、突っ張り棒かなんかなんでしょうね。まあまあまあ、それ盗んでスライムとかを殴ってるわけですから大問題。現代版にしたら、そうそうそう、本当にとんでもないですよ。でまたうまいことね、最初の町には弱い雑魚しかいないですね。いない、うまいことね。でその山の向かい具合にすげえ強い敵がいるんですよね。飛行機取ってからしか行けないような近くの村に隣接したところに強いやつがいるんですよね。何なんでしょう。まあそうしなきゃ成立しないからね。まあそれはしょうがないです。しょうがないですけどね。もう一個行きましょうか。ブチラジネーム、ポチョムキン31歳。ボケのフレーズお願いします。100点満点で10点取れば合格です。いや低すぎるだろ。ガニ股打法でおなじみの種田のバッティングフォームか。打つ時だけだと思ったら内野を守ってる時の構えも低いよ。背もプロ野球選手にしては低いし、走行守じゃなくて低さ3秒揃ってんじゃねえか。優しそうな見た目とは裏腹にマスコミにブチ切れたり、試合中にヤジ飛ばしてきたファンと喧嘩したり、腰だけは低くないのかよ。まあなんかそんな人がいるんですね。野球大好きだね、芸人2人だけが異常に笑ってましたけど響いたな。田中裕二の野球部に出てる2人が笑ってましたから、まああるんでしょうね。まあまあそういう感じでしょう。種田、まあバッティングフォームは僕も知ってましたけど、こんな低いのブチ切れるんですね。たまにいますよね、野球選手ブチ切れる人。あれ何なんでしょうね。いますね。サッカー選手はその点お行儀いいですね。まあブチ切れた人は大変ですからね。ラモスとか一回1年間出場停止になりましたもん、ブチ切れて。誰に？お客さん、じゃね、お客さんじゃないか、誰か相手選手を追い回して。そんなことするそんなことするなって話ですよ。そうそうそう。それだったら1年とか出場停止になっちゃうから、サッカー厳しいですからね。厳しいね。乱闘なんて考えられないですからね。ということで次回もお題は一緒なので、はい、ボケのフレーズ10点満点、あ、100点満点で10点取れば合格ですに対するツッコミ、低すぎるだろうに続く長いツッコミを送ってきてください。お願いします。以上、情のツッコミのコーナーでした。はい、さあエンディングなんで告知いきましょう。爆笑問題 with タイタンシネマライブ、こちらが2月14日の金曜日19時半からということで、バレンタイン、そうですね。ゲストがブーム&プリンプリンさん、パックンマックンさん、つぶやきしろうさん、インスタントジョンソンさん、流れ星さんということで、それプラスタイタンメンバーが出ますのでね。シンプルですね、なんかどういうことですか。どうなんか編成が、いやいや、なんか別に僕はなんか何度も言うけど、お前との付き合いも長いし悪く言ってないっていうことは分かるけど、なんかその引っかかるっすよ、やっぱ人の人が聞くとね。無意識なんですけど、そうそうそう、ちょっと少ないなっていう。まあまあ僕らも出ます、エレクテルもね、今回で大胆メンバーが豊富になってきたということですから。なるほどなるほど、健全な姿ですからね。いいことですね。ブチラジではメールを募集してます。本当にいいこと。もううるせえな、もうすべて取り返し方が雑すぎるんだよ、もうすべてのコーナーへのメールはブチ@タイタン-ハッピー.jp、
はい、BUCHI@TITAN-HAPPY.JP まで送ってきてください。お願いします。そうなんですよ、今日だから、銀座の辺をちょっと親と歩いてて、だ神宮寺の方の前をちょっと歩いたんですよ。ここでいつもやってるんだみたいなこと言ったら、この間鶴瓶さん来たんでしょ、見に行きたいわーみたいな、なんかもう単純にミーハーなんですよあいつ。だからミーハーですね。有名芸能人を見たいだけなんだよ。まあ、アグレッシブですね。アグレッシブですからね。行動的。最後は短いエピソードトーク、もう分かったよ。本当におばちゃん元気。最後はね、短いエピソードトークを大声で言うで締めますんでね。ありますか？あります。じゃあそれを言ってね、締めますんで。誰のですか？城之内海さんですね。はい、じゃあそれを言って締めますんで。それでは短いエピソードトークを大声で言う、お願いします。何の間なんだよ、もう絵本巻きをやろ。ちょ、もう何の間なんだ、時間過ぎたんだよ、もうそのせいで。じゃあ、もう一回、振りますね、もう一回言います。城之内海さんのですね、じゃあ短いエピソードトークを大声で言う、お願いします。恵方巻きをエロく食べる女子に豆を思いっきりぶつけたい。どいつもこいつもろくでもねえな。今日のブチラジ30分ちょいの放送となりましたからね。はい、皆さんありがとうございました。また来週お楽しみに。さようなら。